株式会社羅針盤は東京都豊島区に本社を置く、同人誌、アニメグッズ等の販売、買取を行っている古書店チェーン羅針盤を運営している企業。かつては中古テレカやトレカを取り扱うカードショップ羅針盤として東京都豊島区東池袋で展開していた。2000年10月6日、 アニメート級池袋店後に店舗を移転する際に、ブックスら新版に店名を改め、導入し、コミック、アニメ CD、DVDLD、アニメゲームグッズ、PC ソフト、フィギュア等の中古品販売、買い取り業務も行うようになった。2001年、株式会社移行後は、大阪日本橋店を皮切りに主要都市に、出店している。特に、アニメショップ最大手のアニメート、 メロンブックス、ゲーマーズの店舗に隣接、または併設する形で出店していることが多い。こうしたジャンルの店舗が集まる千代田区秋葉原では、2004年3月1日より2007年10月17日まで、秋葉原通信買取センターが存在していたのみで、販売店舗は2011年10月に、秋葉原店がオープンするまで、長らく進出していなかった。 現在のキャッチフレーズは2007年より使用している萌えのコンビニ。長らく、深野の一デザインによるウサジ少女のピクシス及びウサギのシーがマスコットキャラクターであったが2002年9月のウェブサイトリニューアル後に新マスコットキャラクターデザインの一般公募を行った。そして2003年5月にウェブサイトを再リニューアル時に現、 マスコットキャラクターでもあるランランへ交代した。ランランは同人誌好きな婦女子であり、当初はバンバンという手伝いロボットを引き連れていた。2007年よりデザインも闇子によるものに変更され、キャラクター設定も一新されている。現在は公式イラストレーターとしてラグホのエリカを起用、ランランのおめかし、スタイルという別衣装も公開されている。また、 森キノコによる4コマ漫画ゆるこみも展開中。ラ針ン版としての発足10周年を記念して、2010年8月にオリジナルのドラマ CD を制作し、発売、12月にはランランのマキシシングル CD も発売した。ランラン役には日笠洋子を起用したほか、ドラマ CD には声優として、遠藤アヤ、竹立アヤ北村恵里下野ヒロ 平川大輔が出演している。ラシン全店の店頭で利用可能なラシンメンバーズカードを発行している。200円分の購入、買い取りごとに10ポイントが付与され、500ポイント貯まると500円分の割引券が提供される。青年向け商品購入時の年齢確認にも利用できる。旧来のスタンプカードは2013年10月6日をもって終了した。 このほか、店舗、地域を区切った期間限定のスタンプカードやクーポン付けチラシ等の配布をしばしば行っている。以前は、北エリア、東エリア、中部エリア、西エリアの4つに分かれていた。店舗数の増加により、エリアが再編され、2018年時点は、北海道、東北エリア、関東、甲信越エリア、東海、北陸エリア、関西、中国エリア、 四国、九州エリアの5つとなった。通信販売も行っている。アニメ関連の中古書籍、グッズ店チェーンの中では、店舗数が多い。アニメートなど類似ジャンルの書籍、グッズ店や、ゲームセンターと同じビルで営業する店舗も多く、近隣他店のレシートで割引などの特典が受けられる、こともある。三大都市圏の中心部と、近郊ターミナル駅周辺。 政令指定都市のほか、甲府、金沢、松山といった一部の県庁所在地や、それに準じる地域の中心都市駅近く、郊外大型ショッピングセンター内にも出店している。2016年以降に、新設や移転などのリニューアルをした店舗の一部は、店名の後に、ライトと付けられている。公式ホームページの店舗一覧にライトと、明記されていなくても、店頭や、 チラシ類にはライトと表示されている例もある。ライトとついた店舗は店頭買取を行っていない店舗とほぼ一致している。なお、背景がグレーの店舗は閉店店舗である。ありがとうございます。